突然だけど8周年1号ルヤン。おりますね。このイチゴの呼び名を考えてるんだけど、いいのが思いつかなくて悩んでるんだよね。まだ考えてたんかあんた。何個か思いつきはしたんだけど、どれもパッとしなくてね。現時点で思いついたのを言ってくから感想を聞かせてくれないかい。決別イチゴでいいと思いますが、まあ聞いてあげましょう。まずはシンプルに8号。これで全然いい気もしますが。次に8親と呼んでやっこさん。5が子になってるのは気になりますが悪くはないです。次は8をハと呼んじゃうけど、はしご。やっこさんより違和感があります。次は8をパチと呼んでパチンコ。絶対にアウトです。ちょいと似た言葉としてパチコ。アイスやんけ。ちょっと似てないかもだけどパーコ。林屋の人じゃねえか。さらに似てないかもだけどハーコー。ハーコーモッシュに混ざってみたい。ちょっと無理やりだけどガラパゴス。もはや誰だよ。これで以上だけど、なんかしっくりこないよね。そりゃまあもちろん、こんなふざけた呼び名がしっくりきてたまるか。もう少しだけ考えてみるか。八五、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 八五。やってのはどう？全然アウト。皆さんどうも、ウプ主です。霊夢です。あっとだ。なんと昨日、ウレソルが8周年を迎えました。いやーなんかあっという間だね。去年の周年が1週間前のように感じる。マジで時の流れが早いな。さて、8周年を迎えたということで、8周年一発目の動画はやっぱりこれでしょ。8周年がさー、絶対かける BGM 違う。いやしかし周年キャラは相変わらずかっこいいですね。周年ということで運営も気合が入ってるな。ホワイトもイチゴもかっこいいし、BGM もめっちゃええやん。僕ラスベガスとかコールドレインとか好きだから、こういう曲聴くとテンション上がるわ。公式動画によるとドラムの方コールドレインらしいですよ。マジかよ、すげえな。というのは置いといて、今回は前々から言った通り、ホワイトをフル海岸にするまで終わることのできない地獄の動画を撮ろうと思ったんですが。思ったんですが、周年キャラは常設ということでブレチケとかでも出るようになってて、ブレチケを置かないでホワイトをフル海岸にしに行くのはちょっと霊力がもったいなくなる可能性があるんですよね。ツイッターで周年キャラを当ててる方そこそこ見かけますもんね。まあほんの一部だとは思うがな。なので、一旦ホワイトが4体出るまでに霊力を使い切ってしまったら、次回ブレチケの動画にも少しという感じで行かせていただきます。無課金勢は無駄に霊力を消費しちゃうと後々痛い目に遭うので、これはしょうがないですね。とまあ大量にガチャを引くことには変わらないんだけど、そこで闇鍋が本当に重要なんだよ。いつしかの周年みたいに目玉なのにゴミな目玉やってキャラが混入してたらたまったもんじゃないですからね。よし、闇鍋はどんな感じだ？お、意外と悪くないぞ。76周年キャラにカカオグリムジョールやん。なんか普通に性能微妙なキャラが大量にぶっ込まれると思ってただけに余計強く感じるわ。さすがにそこまでひどくならないと思いますが。ただまあ欲を言うなら、ウルキオラは即属性のやつが良かったな。力属性は未所持だから当たっても嬉しいけど、もし被ってしまった時に嬉しいのは断然クロームだからね。さて今回僕が欲しいキャラランクがこちら。ちなみにいつものように当たりキャラランクを作ろうと思ったんですが、どうせ他の投稿者さんが当たりキャラランク的なの作ってくれてて、絶対そっちの方が参考になるだろうし、何より寝落ちしちゃって24日中に投稿できるか若干怪しくなったので、今回は作りません。何やってんすか。ただ、このガチャは数多くの周年キャラを手に入れられるチャンスでもあるため、確定まで引くのは全然ありということだけ伝えておきます。月末は多分やべえ限定キャラが来るので、霊力を残しておくことをお勧めします。まあ僕は好きなキャラに霊力全振りするんですけどね。さあ早速引いていこうか。この日のために霊力を溜め込んできたんじゃい。おお、9000超え。さらにこっから今まで受け取ってこなかったフリー指令文を受け取ると。ちょうど1万だこら。めちゃくちゃ溜めましたね。皆さん長らくお待たせいたしました。白黒決戦編開幕といこうじゃねえか。そんじゃあ無料10連からいくぞ。デュエル開始。無料10連で星5は来ませんでした。地獄長が3頭飛んだから星5来ると思ったんだけどな。まあしょうがない、20連目いくぞ。売却。さあなんか変なのがいたような気がしますが、気にせず30連目いきましょう。30連目も星4でした。あれ、今回はあんまり来ないな。想定ではもう2体は来てるはずだったのに。いつもの動画が当たりすぎなんだよボケが。そろそろ星5を当てていきたい。40連目。
どうした、もっと俺を楽しませろ。来たのはカカオグリム城。リンク役、リンク跳躍獲得数プラス5を持ち、超攻撃ヒット数プラス2を持つ便利キャラにしては火力の出るキャラだな。このグリムバカみたいにかっこいいから好きなんだよな。普通に役に立つキャラだし、これは嬉しいね。さあ2枚抜きはしているのでしょうか。2枚抜きはしませんでした。でもまずは普通に欲しいキャラが来てくれたからよかった。この調子でホワイトも来てくれ。残念、星5は来ませんでした。50連で星5は1体か。このタイミングでいつもの月ができないのは相当痛い。もしかしたら今まで一気をした分の月が来てんだろうな。もしそうなら普通にヤバいんだけど。次は目玉確定だから、ここでホワイトを当てていい流れを持っていきたい。行くぞ60連目。なんでキャンセルするねん。こっちのセリフです。気を取り直していきましょう。この調子でいけば1万勝負する前に4体当てられそうだ。しかし確率自体は低いので2段は禁物です。今後は確定ステップなしであと3体当てないといけないからな。まだまだ厳しい戦いではあるぞ。それもそうだね。さあ2枚抜きはしているのでしょうか。2枚抜きはしませんでした。しかしここでホワイトを引けたのでいい流れをつかめそうですね。いやーやっぱりホワイトはかっけーよ。フォローしか勝たんわ。しかし遠目から見ると区切りが見えづらくて全身黒タイツを着ている変な人に見えてしまいます。おいバカ、わざわざ2000でやろ。とまあそんなわけでここからは地獄のステップ7になります。果たしてあと3体ホワイトを当てることができるのか。それでは行きましょう。感じるんだ、俺の力の全部を。野望が出やがった。いや呼び方それでいくんかい。よしよし、連続で執念キャラが出たぞ。これはなかなかにいい流れが来ているんじゃないか。執念キャラがホワイトでさえなければ絶対レベルなんですけどね。僕にとっては月末がどれほど強いキャラであろうと好きなキャラをフル海岸にすることが最優先だからね。それが強いキャラならなおさら。しかも月末は多分千年ガチャなんだろうけど、僕の推しやうちのメンバーはみんな出てないか活躍してないかでガチャに来る可能性ほぼ皆無だし問題ないでしょう。約1名論外がいるんだが。唯一の可能性であるホワイトは今来てますもんね。さあこの流れでぜひホワイトも来ていただきたい。2枚抜きの確認いきましょう。残念2枚抜きならず。しかし野望さんが来てくれたのでいい流れは続いてます。あ、お前も野望って呼ぶ感じ。いい流れは続いてるからこの調子で来てくれ。ダメか。さっきまで流れが良かっただけに残念ですね。いや、これは次にいいキャラが来るという前兆かもしれない。これは次いいキャラ来るぞ。いいキャラどころか星5すら立てないんですけど。ああ、いい流れが完全に止まってしまった。逆に良すぎたという見方もできますが。しょうがない、とりあえず引き続けてまたいい流れをつかもう。敵に切られて瀕死になるような青二歳が医者に死の子の指図するな。この時苦笑が。ここでその名は来る。いやでもこの有権か。ちょうどバッハ会長のリンク要因、しかもまだ抽選終わってないから普通に嬉しいキャラなんよな。複雑ですね。さあ2枚抜きはしているのでしょうか。残念来ませんでしたね。ダメか。なんか今日2枚抜きも少ないな。まだ1回も来てませんもんね。さあ次行きましょうか。
またも星5は来ませんでした。いやー流れが良くないな。ただ1万個消費するまで進み続けるしかないんじゃ。隊長が戻ってくる前に終わらせるぞ。縮小全然ダメじゃねえか。目玉唯一の C ランク。アコンはめっちゃ便利なんだけど、そんな何体もいらないんだよね。すでに所持してますもんね。まあここで2枚抜きすれば全然いいもんよ。よし見ていくぞ。全然2枚抜きしねえじゃねえか。どういうわけだこの野郎。流れが本当に悪くなってますね。やはり付け合っているようだな。いつもと比べると付けが本当に悪い。霊玉もそろそろ3000個を消費しそうです。流れがこのままだとこのまま小銭終わってしまう可能性も考えられます。それだけは絶対に嫌だな。7000を切る前にいい流れを掴んでおきたい。過去に疑問があるのかい。おっしゃ2枚抜きかかせ。ようやく来ました。頼むホワイト来てくれ。この世界のすべてに平和の祈りを捧げよう。来たのは新しい方のクリベル。よしみ所持だしソウル特性も強いしこれは悪くない。ようやく当たって嬉しいキャラが来ましたね。さあ2枚抜きは確定してるからここで2体目のホワイトを当てたいところ。今回はあえてスキップせずに見ていきます。この世界のすべてに平和の祈りを捧げよう。なんでやねん。まさかのかぶり。なんやねん、せっかくいい流れが来たと思ったのに。10連のうちにかぶりが来て絶望の淵に叩き落とすのはやめていただきたい。まあクリベルのソウル特性ならかぶっても問題ないキャラではあるんだがな。さあ一応月島演出でも3枚抜きが来る時もあるので見ていこうか。3枚抜きはしませんでした。しかし全然悪くない結果ではあります。さっきと比べや全然よくあるね。この調子で流れを取り戻したい。うはぁダメか。流れがなかなか取り戻せません。そして霊玉も7000を切ってしまいました。どんどん引いていくまでよ。みんなを守る。俺はそのために戦う。よっしゃ七五三来た。おお、これは大きいですね。これでようやく執念キャラが全員手に入った。しかも地属性で強いキャラを全然持ってなかったからここで手に入ったのはでかいぞマジで。これは嬉しいですね。よしこの調子で2枚抜きの確認いきましょう。2枚抜きはしませんでした。でもここで七五三は嬉しい。これはいい流れが来るんじゃないか。よっしゃ行きましょう。いいね、興味が湧いてきたよ。来たのは血のまゆりですね。おお、未所持だからこれは嬉しいね。使う機会はないだろうけど霊玉確保できるのはありがたい。さあ2枚抜きの確認行きましょう。またも来ませんでした。いやー来ないか。でもさっきよりは全然いい流れになってるからこの流れをものにしていきたい。さあこの調子で行きましょう。私は源流祭殿のある限り右腕としてお使いする。縮小その他枠だ。残念です。しかもその他枠の中でもかぶりで使わないやつだから本当にハズレが来てしまった。しかも織姫演出だったから2枚抜きは来ないだろうし、もうダメだ。完全に流れが止まってしまった。白旗を上げて降参し、よっしゃホワイト来た。なんと2体目のホワイトが来ました。
さっきまで何も来なくて絶望しかけたけど、ここで来てくれるとマジで安心するわ。しかも現在の霊力所持数はまだ6000を切ってない。このペースが続けば霊力が尽きる前にホワイトを4体当てることができるぞ。6000であと2体か。気持ち的にだいぶ余裕が出てきたぞ。よっしゃ、3枚抜きしてるか確認すっぞ。3枚抜きはありませんでした。しかしここでホワイトを当てたのは大きいです。正直月末用に霊力は少しでも多く残しておきたいから、できればあと何回かで2体当たってほしいよな。そんじゃあ行きましょう。しかし星4でした。うわぁ、ダメか。なんとしてでも当てておきたいんだけどな。その後20連引いていくも連続で星4、30連連続星4という悪い状況に立たされたウクヌシは、この状況から脱するためにある作戦を思いついたのであった。この状況を脱するためにある作戦を思いついた。作戦ですか？どうせプレチケで乱数調整するとかでしょ。いやいや、そんなことはしない。もっとシンプルで簡単な作戦だよ。はあ、あんたの思いつく作戦なんて大体ゴミみてぇなものばっかですが、一応聞いてみますか。その作戦とは、開幕ジャウトで道を切り開いちゃおう作戦だ。なんすかそのふざけた名前の作戦は、何をしでかすんすか？それは至ってシンプル。今流れてる周年の BGM はある程度前奏が流れた後シャウトで歌が始まるやん。これのことですね。そのシャウトが始まると同時にガチャボタンを押すことで、シャウトによってホワイトへの道が切り開かれ、ホワイトを2枚抜きし、俺が成仏する。こんな感じの完璧な作戦だ。なんであんたが死ぬのかはよくわかりませんが、とりあえずアホみたいな作戦ということは理解しました。さあシャウトが来るぞ、準備しろ。ほら、これはなかなかうまくいったんじゃなかろうか。こんなんでホワイト、なんなら星5すら来るとは思えませんが。いや、星5来たぞ。マジかよ。姿は変わっても、クインシーの誇りは決して変わらない。周年の優雅でやがった。マジですか。いや、さっきまで30連連続で星4だったことを考えると全然いいぞこれは。まさか周年キャラが来るとは思いもしませんでした。さて、7周年キャラが来たということは、2枚抜きで次は8周年キャラが来るってことだよな。私は、すべてを超越する。残念6周年です。なんで交代するねん。けどまあ、周年キャラの2枚抜きは普通に熱いな。ホワイトの出るガチャでさえなければめっちゃ嬉しいやつやもん。しかし残念ながらこれはホワイトの出るガチャなので嬉しさが半減してしまいます。そう考えるとなんかもういろいろと残念やわ。さあ3枚抜きはしてんのかな。残念しておりません。うわぁマジか。いやでもさっきの開幕シャウト作戦、やっちてカトセンは完璧ではなかった。カトセンってやっち方なんか嫌だな。凄みものあれかな。次はシャウト前のブンブクブンブクのとこでガチャオック画面を開いてから引こうと思うよ。ここのことですね。よっしゃ、次こそは来ると信じていくぞ。ちょっと早かった。失敗ですね。過去に疑問があるのかい？2枚抜き確定だ。カトセンすげー。よっしゃカモンホワイト。すぐにその思いは最初からなかったことになるから。月島鉛筆で月島来るな。ある意味すごい。どうせ来るなら地属性の方にしてくれや。地属性なら流れがなお完璧ですもんね。さあ2枚抜き確定ということで早速見ていきましょうか。この世界のすべてに平和の祈りを捧げよう。またお前か。クリベルこれで3体目なんだが。めちゃくちゃ当たりますね。クリベルがホワイトだったらどれだけ良かったことか。ということで、今回の月島演出の結果です。運悪くはないんだけどね。どうしても残念さが勝ってしまう。しかし2連単で2枚抜きしてたからカトセンし続ければ絶対当たるぞ。そんなにうまくいくもんですかね。まあさっきはタイミングミスっちゃったからね。タイミングさえ合えばきっとホワイトが耳を塞ぎながらもう突進しに来てくれるはずだよ。シャウトに苦痛感じちゃってるよ。それじゃあ今度こそ成功させるよ。ロイット出してオン。掛け声は意味不明ですが成功しましたね。よっしゃこれでホワイト当たったな。風呂入ってくる。魔法とアートは似て非なるものだよ。あの
ホワイトどころか星ですら来てません。スクショなんてダメなんだ。今のは完璧だっただろうが。ずっと連続でやってるからダメなんだろうな。スマブラだって同じ技を連続で当てたら威力は下がっていくし。確かに一理あるな。じゃあ加藤戦はしばらくやめて普通に引いていくか。あの、一ついいですか。なんだい。別にしたところで変わんねえだろ。ごもっともすぎて何も理解せん。レスレクシオン、セグンダ・エターパ。エスパーダの中で、俺だけがこの2段階目の解放を可能にした。来たのは力のウルキオラ。おお、ここに来て久々の未所持キャラだ。よしありがとう、もう来なくていいぞ。初めて当たったキャラに対して取る態度じゃねえ。仕方ねえだろ、また来られると本当に困るんだから。でもこういう一つ一つの行動が人望とかに繋がるんだぞ。ごめんねウルキオラちゃん、今度枝豆でもおごるから許して。切り替えが嘘みたいに早い。てかおごるものしょべえ。さあウルキオラから絶対的な信頼を得たところで2枚抜きしているか確認していきましょうか。いや許してもらえたのかよ。安く済んで助かった。クソ主は常に金欠だもんな。うるせえ。2枚抜きはしませんでしたね。なかなかに厳しいな。気づけば霊玉もあと4点ちょい。いつの間にか5点落ちてるんだよね。そろそろ3体目来てほしいから、とりあえず BGM に乗ってみるか。このアホは時間の無駄だと思わないのか。どんな絶望的な大怪我でも全部私が治すんだから。よっしゃ星起きた。違う、ホワイトが来ない恐怖と不安で幻覚が見えてしまってますよ。すまんすまん、エセドラムをすれば来るって完全に思い込んでたからな。でも大丈夫、たとえ次に復従連で星5が来なかったとしても全然大丈夫だよ。超余裕のしけ太郎丸歩む。こんにちは青一つない雲空。私はなぜ生きているのでしょうか。なんか悟り始めたぞ。その割に画面は暴れてたけどな。名前忘れた。あ、なんかのバグでこのノイトラが突然変異してホワイトに変わったりしないかな。ありえない願望も言い始めたし。それはもともとだろ。前々から思ってたけど、なんで普通のガチャにはピックアップが存在するのに周年ガチャだけピックアップないんだ。歌がマジっぽい。ピックアップさえあれば確率倍だから、もう4体当たってハッピーモンキーアンキースだろ。いろいろ混ざっておかしな単語になってます。まあでも確かにおかしな話ではありますね。天井機能もいつまで経っても実装されないしな。本当にそうだよ。134年で天井になるポケマスを見習えってんだ。こんちきしょう。ポケマスと全く同じ感じで実装すればちょうどこれで2回目の天井だったんですけどね。マジで実装してください、何でもしますから。ねえねえ遊ぶ？何して遊ぶ？またその他枠ですね。未所持で転生ありだからまだマシではあるものの、ホワイトを引くまでこの戦いは終わらないからきついことに変わりない。そして2枚抜きもしませんでした。どうせ2体引くまで終われないんだし、サクサク行こうか。この世界のすべてに。さて次行こうか。いや、なかったこともしないでくださいよ。知らねえよ、ホワイトよりも先に4体当たったやつのことなんか。クリベルがホワイトだったらどれほど良かったことか。未だにあなたのことを夢に見る。はい、次行きましょうか。パチンコ演出のことを考えずにスキップしやがった。あら、相当落ちてるな。お、BGM が終わった。このまま淡々と引き続けるのもあれだし、久々にやってみるか。作戦名、あれ、覚えてないから返せど作戦でいいや。なんでサッカー選手になった。カト戦ですよカト戦。開幕シャウトでホワイトへの道を切り開こう作戦ですよ。なんだそのふざけた作戦名は。こっちがきてぇわ。ほら、シャウトが来るから準備しないと。お、わかったよ。
興味が湧いてきたよ。やっぱりダメか。しかしまだ2枚抜きがあります。加藤戦を信じましょう。やっぱり来ないか。いや、なんでこの流れでホワイト来るでしょ。普通ホワイト、確かに加藤戦によってホワイトがステップ虫のテンションを戻して残りの霊力であと1体を全力で狙うのが理想だったが、現実ではこうはいかないことを思い知らされたな。なんか変なリズム取り始めたし、これからどうなっちゃうんでしょうか。久々の2枚抜き、これはワンチャンあるんじゃないですか。隊長が戻ってくる前に終わらせるぞ。あんたはお呼びじゃないって。本当にまずいですよ。こんなに狙いのキャラが来ないのいつぶりなんでしょうかってくらい来ません。そもそも死ぬほど欲しいキャラがここ最近少なかったのもあるかもしれんが、やはりピックアップじゃないのが大きい。おのれうねいめ。しかしまだ2体目が残ってるから、それにかけるしかないな。みんなを守る。俺はそのために戦う。七五三ですか。まあ強い地属性が少ないクソ主にとって2番目の当たるキャラではあるだろうから、まだマシだろう。3枚抜きすればいいんだが。来てくれないか。難しい状況ですね。しかし、七五三だったわけだし、流れは良くなっているのかもしれない。良くなっていると信じて進んでいきましょう。さっきから思ってましたけど、ロード遅すぎませんか。きっとサバ落ちに近い状態なんだろう。全然来ねえじゃねえか。ふざけてんのかこのゲームは。2体目を当てた時の霊力は6000ちょっとだったのに、気がつけば次で2000切っちゃうじゃないかい。あまりこんなことは言いたくないが、そろそろ覚悟しておいた方がいいかもな。1万の霊力をもってしてもホワイトをフル海岸にすることができないという事態に。そんな、6月から霊玉を使わないで貯めてきたのに、希望はないんですか。今からでも入れる保険はないんですか。このタイミングでのボケは微妙に突っ込みづらいからよしてくれ。厳しいことを言うかもしれんが、直近で4000個を消費しても来なかったのに、残り2000個で2体も当てられるとは到底思えない。しかも2体来たうちの1体は確定ステップできたもので、それ以外のステップで当てたのはたったの1体だぞ。7周年ガチャの引きが良かっただけに、こんなに下振れてしまうなんて思いもしなかったですね。7周年の動画見てみてくださいよ。何ですかこの星5に数は。60連で星5が8体ですよ。馬鹿げてますよね。その後の動画も10連に1体以上星5を当てる映像自体がよく起きていたな。ああ、今までのガチャは引きが良かったんだけどな。どうして今回に限って、はあ、うぷ主。何？なんだこの野郎。ふざけた頭しやがって。おもちゃかこれ。お前には欲しいキャラが全然出る気がしない時の絶望感や、残り霊力が少ない時の不安感がわかるってのかよ。俺は後手13対1ついてる男だ。一角。ああ、そうだな。まだ霊力が尽きたわけじゃねえ。本当の戦いはこれからよ。おお、うぷ主が立ち直りました。さすが11番隊第三席様だな。おお、エールまで。今のあいつ、最高にかっこいいな。じゃあ久しぶりにあれをやるか。俺様の突きつきは舞よ。何
なんでそこでふざけちゃうかな。せっかく途中までかっこよかったのに。あ、ありがとう。おかげで元気が湧いてきたよ。初めて見た。月々の前で元気もらった人。おっしゃ、完全復活だ。こら、こっからバンバンホワイト当ててやんよ。デュエル開始。ホワイトが来ました。ちょうど霊族が2点を切ったタイミングで、ちょうど奥主が立ち直ったタイミングで出やがったな。ここで出るのは本当にでかい。でかすぎる。どれくらいでかいかというと、テニスの王子様のダンクマールシュナイダーくらいだね。でかすぎんだろ。でか、あと2000個ないくらいの霊族でホワイトを1体だけ当てればフル階段にできるのか。霊族は残り1900個なので、あと70連ほど引くことができます。全然いける気がしてきた。めちゃくちゃ希望が見えてきたぞ。あ、そうだね。みんな、さっきまで迷惑をかけて本当にすまなかった。だけど俺は変わった。ちょっとやそっとじゃせこたれねえ。自分自身を信じて、この戦い、必ず勝ってみせる。さあ、2枚抜きを確認していくぞ。2枚抜きはありませんでした。しかしここでホワイトは今後、おいこのタイミングで収録確認すな。すまんすまん。収録できているか急に心配になっちゃって。まあこの前もミスってるし、確認は大事だから仕方ないことだな。だが確認するタイミングは考えとけ。動きをつけます。さあ、ここからは終盤戦。残り70連ほどの霊玉しか残ってませんが、果たしてホワイトを当てることができるのか。それでは行きましょう。星5は来てくれません。まあ大丈夫さ。まだ60連も残っているんだ。絶対ホワイトを当てられるよ。さすが一角によって復活した心だ。さっきまでと比べて見違えるほど心の余裕が見える。さあ次行きましょう。あれ、これもしかしてまずくね。案外そんな変わってないかもな。ちょっと連続で星4は想定してなかったな。でもまあ、ここでホワイトが来るなら全然チャラよ。そんじゃ行こう。姿は変わっても、クインシーの誇りは決して変わらない。執念を言うか。惜しいですね。これで執念を言うは特別抽選できるようになりました。それに対して七五三はまだ技に出し、手に入れたのもついさっき。偏りがすげえすげえ。さあ、織姫演出でしたが2枚抜きはしてるのでしょうか。やはり2枚抜きはなしか。あんなにあった霊玉も、いつの間にか3桁になりそうです。早いもんだね。でも、どれだけ霊王が減ろうが、ホワイトを当てるまで諦めないことに変わりない。それじゃあ行くぞ。残念、星5すら来ません。厳しいな。ついに霊玉も3桁になってしまったから、さすがに余裕がなくなってきた。だが絶対に当てるという思いは変わらない。それじゃ行くぞ。何かを守るために、そんな綺麗事を気に食わねえか。うわ、その他枠。これは痛い。よりによって余裕がなくなってきたタイミングで来てしまったか。しかも所持しているし使う機会もないキャラというな。現実は非常ですね。2枚抜きの確認いきましょうか。またも2枚抜きはこず、とても厳しい結果となってしまってます。まだだ、まだ20連あるんだ。過去には20連で2番目に狙ったキャラが4体も出てきてビビり散らかした時があったから、今ここでその奇跡が起こると信じるしかない。みんなを守る。
俺はそのために戦う。来たのは七五三ですね。二番目に欲しいキャラだね。技三になったのは非常に大きいよ。さあ二枚抜きの確認だ。ここでホワイトを当ててみせる。畜生、ダメか。来る気配はするんですが、なかなか来てくれません。残り10連か。ついにここまで来てしまったようだな。ああ、まさかこんなに苦戦するなんて思いもしなかったよ。だけどまだ10連ある。この10連にかけるしかない。最後の10連に全てをかけるため、カト戦で行くぞ。カト戦ですか。最初はあんなバカみたいに感じたのに、今ではこの状況も相まって最後の手段的な感じがしてかっこよく感じてしまいます。そして一角さん、もう一度俺に力を貸してくれ。ああ、ありがとう。俺からは頑張れと伝えておく。私からも、絶対当ててください。みんな、ありがとう。さあ、最終決戦だ。ホワイト、俺は絶対にお前を当てる。星5確定だ。うおー、いけー。感じるんだ。俺の力の全部を。スクショそっちじゃねえ。めちゃくちゃ惜しいです。よりによって片方の8周年キャラか。いや、まだ2枚抜きの可能性が残っている。一体ずつ見ていくぞ。残念、ホワイトを4体当てることはできませんでした。残り150個じゃ10連ガチャは引けないのでこれで撤退ですかね。いや、待て150個もあるのか。そんなに霊力があれば。まだ単発を引くことができるじゃないか。ちょっと待ってください。もしかして、単発で当てる気ですか？ああ、もちろんだ。本当の本当に最後に残された手段はこれしかない。ホワイトを手に入れるためには、これしかないんだ。もう、やめてください。正直、もう見てられないですよ。当たるわけがないのに。何を言っているんだ。少しでも当たる可能性があるのに、ここで諦めるわけにはいかないだろう。でも、一角さん。でも、当たるわけがないじゃないですか。たったの 0.5% ですよ。ピックアップのないガチャでフル海岸を狙うこと自体、無謀だったんですよ。え？そうですよね。すみません、私が間違ってました。ほんまやめっちゃ時間経っとる。なんや40分って、先日投稿した星5確定して総集編と同じくらいありますやん。そうですね。よし、まずは無料から。来ないか、まだまだ。くそ、来ないか、もう一丁。ち、ダメか、まだ行くぞこらー。来ない、頼む、来てくれ。来ないか、畜生、来てくれよ。
ち、縮小。縮小。ということで、今回のガチャの結果になります。残念ながら、1万の霊玉をもってしてもホワイトを4体当てることができませんでした。残り2000個の時に来た時は熱かったんだがな。ジャンプだったら普通に炎上しそうなレベルのバッドエンドを迎えてしまった。まあ、今回の執念ガチャはフックアップのない非常に確率の低いガチャだったから、逆によく3体も当てたと考えた方がいいかもな。現に目玉のクリーチと山 G は1体も出てきていない。これがホワイトだった可能性も全然あったということだからな。1万の霊玉を持ってしても1体も当たらないとか最悪の事態すぎて怖すぎますね。普通に欲しかった七五三なんかは技三になったし、その他の目玉に初期や執念キャラは良い感じに当たっている。そう考えると、結果としては負けだったが、まだマシな負け方だったと思う。うぷ主、大丈夫ですか？ああ、大丈夫。あまりのショックで全身麻痺してただけだよ。さて、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。8周年ガチャ動画は一旦ここで終わらせていただきます。ですが勘違いしないでください。これはいわば戦略的撤退であり、ホワイトをフル海岸にする目標は変わりません。次回の動画ではこれらのチケットを引いて、ワンチャンホワイトが当たる可能性にかけていきたいと思います。白黒決戦編を必ず勝利で幕を閉じ、絶対にホワイトをフル海岸にしてみせますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。絶対に諦めないからな。せっかくなので、執念ウユーと有権の親子クエンシーの特別抽選をしようと思います。どうせこの動画以外で抽選するところを見せる機会なんてないですからね。さあ、時間がとんでもねえことになってるのでさっさと引いていきましょう。まずは有権からだけど、一番の狙いが攻撃、時点で防御かな。それじゃあせっかくなんで加藤戦でいきます。何の意味もあらしねえ。当たりは実質2択でしたが、見事に外してしまいました。さあ次はウユー行こうか。一番の狙いが霊圧で、時点で回心、時点で攻撃かな。防御と体力は本当にいらないから。来るなよ、絶対に防御と体力来るなよ。よし、これだけ言っとけ大丈夫でしょ。それでは行きます。デュエル開始！ここは防御か体力来る流れだろうが。何がしたいんか。